18回凶悪の栄光素晴らしき悪役たちでございます。ファイナルファンタジーガーランド。かつては二大国家の一つの国で、森と海に囲まれた美しい町、通称夢の都と呼ばれていた国の一番のナイトであったが、コーネリアの王の座を要求するため人質としてセーラ姫を誘拐してトース神殿に身を潜めていた。しかし駆けつけた光の戦士との戦いに敗れ、その姿を消す。海賊。港町プラボカを占領していた海賊。粗暴な性格で光の戦士たちが立てついてきた時は9人の手下に襲いかからせる。しかし全員通されると急に上越しになり、光の戦士たちに船を譲って詫びを入れた。その後は改心して、真っ当に働いていると語っている。アシトス。ダークエルフの王。エルフの王子に呪いをかけ、魔法使い的親から水晶の目を盗んだ張本人。妖精王の座を狙っており、その野望に必要なクラウンを手に入れるため、西の白の青になりすまして光の戦士たちを利用しようとするが、帰り討ちにあってしまい姿を消した。ヴァンパイア。洞窟の奥深くに救う吸血鬼。メルモンドの町を襲い壊滅状態にした魔物。大地を腐らせている元凶として人々に恐れられていた。光の戦士たちに退治された後に、黒幕である土のカオス、リッチのしもべに過ぎなかったと明かされている。リッチ。4つのクリスタルの力を奪い世界を荒廃させていた4体の魔物。巨大な死神のような姿をしている。ヴァンパイアを配下に置き、洞窟の最深部から大地を腐敗させていた土のカオス。しかし駆けつけた光の戦士によって消滅させられた。マリリス。4つのクリスタルの力を奪い世界を荒廃させていた4体の魔物。火山の中に住み、多数の6つの腕に6本の剣を武器にし、蛇のような下半身を持ち世界を焼き尽くす火のカオス。4体のカオスのうちの高1点、土のカオスの異変を察知し、予定よりも200年早く目覚めたが、光の戦士により倒される。クラーケン。4つのクリスタルの力を奪い世界を荒廃させていた4体の魔物。海底神殿の奥深い場所から水の力を支配し、海の光を奪う水のカオス。タコの化け物といった容姿で海を汚染し光を弱めている。触手が多いため攻撃の回数を多く、墨を吐くなどの攻撃をしてくるが、光の戦士により退治された。ティアマット。4つのクリスタルの力を奪い世界を荒廃させていた4体の魔物。浮遊城に住み、風のクリスタルの力を遮る風のカオス。4つの竜の首に2本の腕と1本の尻尾がある。400年前に現れて古代天空人が作った北の文明を破壊し、その後も力を蓄え続けている。光の戦士と対立し敗北したカオス。この世を闇に包んだ元凶であり、時を超えた憎悪の源。その正体は蘇ったガーランドである。現代の世界で光の戦士たちに撃たれた後、死の直前に分身である土、火、水、風の属性を持つ4体のカオスの力がガーランドをタイムトリップさせ、過去の世界で闇の存在、カオスとして復活。2000年前のカオス神殿で光の戦士たちを待ち受け、彼らを葬って過去の世界に君臨し、力が衰え始めると200年ごとに4体のカオスを土、火、水、風の順に未来へ派遣してクリスタルの力を奪い、その力で過去の世界で復活するという永遠のループを続けていた。だが、その永久のループも過去世界の最終決戦で光の戦士たちに敗れたことでついに断ち切られ、世界は本来あるべき姿に戻り、ガーランドがカオスとして悪事を行っていた事実も記憶も完全に失われた。
その後、光の戦士たちのよく知る本来のガーランドに戻り、帰還した彼らと再会することが語られている。本日のお話はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。異形博物館です。